アルドステロンは副腎皮質の急状態から分泌されるホルモンである。硬質コルチコイドの一種である。1953年、シンプソンとテートによって初めて管理された。腎臓におけるナトリウムの再吸収はアルドステロンの分泌により促進される。アルドステロンが分泌されると、硬質コルチコイド受容体の働きが活発になり、ナトリウムの再吸収を促進する。 ナトリウムの再吸収は水分の再吸収と血圧上昇につながることから高血圧をもたらす場合がある。アンジオテンシン2は副腎皮質球状態に作用してアルドステロンの分泌を促進する。副腎皮質の中でコレステロールから合成される。ほとんどのステロイド合成反応がミトコンドリアの中のシトクロム P450 の 水酸化酵素ファミリーによって促進される。アルドステロンとコルチコステロンは、その経路の最初の部分を共有しており、アルドステロンは、アルドステロンシンターゼ、コルチコステロンは 11β ヒドロキシラーゼによって合成される。ありがとうございます。